A 検5級では Where are you going?I'm going to the bookstore のように B 動詞と動詞に ING がついた単語を使って今現在進行中のことを表せると学びましたね A 検4級になると Be going to 何々 という熟語も出るようになるので間違えないように気をつけましょうこの B は B 同士のことで何々のところに動詞の原型が入ります「She's going to visit her parents tomorrow」 What are today? to you going to do B e 動詞と動詞に ING がついた単語を使うと今現在していることを表し BegoingTo 動詞の原型を使うと予定を表すことを忘れないようにしましょう。